じゃあ相田誠さんの新著ですね、芸祭というですね小説です。で、文学界で、4回連載されてたのかな。で、今書籍化され、ちょっとなんか下が切れてるのが気になるんでちょっと直しますね。これでいくかな。あ、なんか下黒くなりますねこれ。なんでだろうな。まあいっか。この芸祭っていう本ですね。これについて少し喋りたいと思います。で、ですね、結論から言うと僕面白くなかったんですね。で、ただそんな一言で言える作家じゃないですよね、相田誠っていう作家は。それはアーティストとしても小説家としてもそうだと思うんですね。まあ、小説家っていうか物書きとしても。で、僕はその相田さんのエッセイ集はもうめちゃくちゃ面白いですよ。ものすごく面白いですよね。何でしたっけ。何個かありますよね。ちょっと待ってくださいね。これ相田誠で調べてみましょうか。まあ僕も家に探せばあるんだけど、うちに。こうか。カリコレセントや生まれ県、これはもう文庫化されてたと。ああ、全部文庫化されてんのか。美しすぎる、少女のちぶさはなぜ大理石でできてないのかとかね。これ全部連載されてたものの、書籍化ですけど、まあ面白いですよ。めっちゃくちゃ面白いですよ。で、ほんと上手なんですよね、文章が。まあ、驚くべきうまさですよね。で、もちろん僕もすごく期待してですね、読んだんですね。で、が面白くなかった。で、これね、ただね、ものすごいリアルなんですよ。すごいリアル。もう読まれました？皆さん。どうでしょう？聞いてる皆さん読まれましたかね？なんか読んだ人はちょっとコメントとかくれると嬉しいですね。読みました、読んでないですみたいなんでいいですから。というのが、まあ、ネタバレ、最後のネタバレはしないんですけど、というのがね、これね、ネタバレちょっとあるんですよ。ネタバレある感じの、作品なんですよ。実は。最後の方でね、ちょっとね、ネタバレを、になってしまうっていう、展開のある本なのであんまり言えないんですけど、とはいえ言いますけどね、僕はね、いろいろ最後は言わないですよ。オチっていうか、まあは言わないんですけどね。どうかな、皆さん読んでないかな、まだ読んでないか。でね、僕まあ買おうとは思ってたんですけどね、なんかね、父親がね、パパプサね、エサハウスミュージアムの人とかの人ねが、なんか早く読み終わったみたいで読み終わったやつ送ってくれて、まあそれで僕読んだんですけど、一言で言うとね、すっごい私小説っぽいんですよ。ものすごく私小説、これで。僕、私小説すごい苦手なんですよ。皆さんどうですか？私小説って好きですか？私小説好きな人はこれ好きですよ。というかね、相田さん明らかにね、私小説を意識して書いたと思う。だからね、だから本当はね、僕がね、語るべきじゃないんだよね。僕は文学読みでは全くないので、ダメなんですね、僕。ごめんなさい。そうなんです。僕、まあ、昔からあんまり文学読みじゃないですね。実は。そうなんです。で、例えばね、これね、三角関係の話なんだね。すごく三角関係の話があるんです。で、まあちょっと話をやっぱり言った方がいいですね。で、ですね、主人公は二郎っていうですね、佐渡から東京に出てきて、東京芸大を受ける予定の二郎目の学生です。で、その彼が、
だからまあ佐渡ですから、まあ、あ、まあ相田さん新潟市出身ですからね、まあ、それ新潟市よりあのさらにまあ島ですけどね、もちろん佐渡は。で、まあ、ちょっと天才系肌の、作家で、まあ、ちょっとすごく相田さんと似てます。朴突と喋るんだけど決して無口ではないっていうかな、で鋭いことをちゃんと言えるっていう、で自分の考えしっかりあるっていうタイプの、やっぱり相田さんだと思いますね、これはね。で、その、千駄ヶ谷美術学校っていう、まあ、これはない美術学校だけど、これはちょっとモデルどこにやってるかわからないんだよね。だからその他にね、新宿美術学校出てきて、代々木ゼミナル出てきてっていう感じだから、ちょっとねどこなのかわからない、お茶の水かな、かなとか思うんですけど、でに通ってると。でまずその一郎で、その二郎の二郎が、玉美の芸術祭ですねに行っているっていう話なんですよね。でそこで、まあ、いろんな人と出会いながら出会って酒を飲んでるわけですよ。ていうか、まあ音楽聴いて、まずね音楽聴くんでね、友達ですね、一郎目の時の友達だった高村ってやつの、バンドを聴くんですね。でこのなんかね花毛蝶結びっていうバンドなんだけど、なんか花毛蝶結びっていうバンド名とかもまああれですよね、これまあ中で出てくるので世紀末とかっていうような感じのちょっとあの外したような名前が流行った時の、まあバンドで、ですよね。で花毛蝶結びのなんか中のあのなんかかっこいい女性と、なんかちょっとなんかダメなんだけどなんか人間味あふれる人が付き合ってる、4年生が付き合ってて、でその4年生卒業してからどうするかみたいな話とかもあったりとかするわけね。で片方は就職が決まっててとか、そういう話とかもあったりとかするんですね。でその二郎のまあ彼女の幸子っていうのがいて、サッチンっていうのがいてですね、でサッチンっていうのはまああのエリートのお嬢なわけですね。お嬢でお嬢なんだけど、まあ1年目落ちて一浪するわけですね。で一浪した時にまあ二郎と出会うわけですね。なんですけど、すごいこうまあ一流校に行っていたそのサッチンはですね、その当時まあその超一流校に行っていた、一流校っていうか要するに頭が勉強ができるね、でも絵も描ける、なんていうやつだったかな、もう忘れちゃったな、小早川だ、小早川っていう、これもめちゃくちゃ絵が上手くて、もう絶対芸大も合格間違いなしって言われている、いた人で、実際芸大に合格するんですけどね。でこの人と付き合ってたわけですよ。でも結局そのうまくいかなくなって二郎とまあ付き合うっていうことになってるんですね。でこの芸祭の直前にちょっといろいろあって、これはあのネタバレになるのと言わないんですけど、喧嘩して4ヶ月ぐらい会ってなかったということなんですね。でその中でなんかね、サッチンはなんかね、あのあれなんですよ、なんかいきなりなんかいろんなものに感化されてね、なんか演劇とか始めちゃってるんですよ ね。でなんかでなんかあのなんかまあちょっとヒッピー思想みたいなのがかぶれちゃうんだな、要するにな。で、まあだいぶ人生も変わってるって感じなんですね。でで、そこで、まあ、サッチンの演劇ね、演劇が終わった後にみんなで飲むと。で、その飲んでる場に、あの、サッチンのその、あ、まあだから助手のやつがいて、で助手と同級生だった、予備校で同級生だった、でも美大に行かなかったやつが芸祭に来てて、でその二人がなんかいろいろ言い合いを始めたり仲良くなったりっていう、そういうあの会話をしたりするのね。でこれってもう本当にもうね、めちゃめちゃ芸大美大っぽいんだよね。もう あるあるの塊っていうか、そういう感じなんですよ。だからあの僕はあの一般大学っていうか、まあ総合大学にあのを卒業しているので、
美大に行ったことはないわけですけど、あのやっぱりその芸大とかは何度も行ったことがあるんですよ。でし、あの美術アーティストたちの飲み会みたいなのはあのすごく何度も、それは数えきれないほどあるので、本当にね、これね、もうまあ見事にね見事っちゃ見事なんですよ。ものすごいリアリティあるんだよね。ただそのなんかこう時代背景もあって、このモノハから、あのモノハみたいなんじゃなくて、あ、じゃあじゃあニューペインティングとか、そのモノハとか抽象画を描かなきゃいけないんだみたいな理念派のやつが出てきたり、あるいはそのボイスについて、ボイスね、ヨーゼフボイスについての意見が割れてたりとかね、っていうね、その時代背景みたいなのすっごいあるんですよ。1980年代ですよね。80年代後半か90年ぐらいでしょうね。ボイスがその芸大に来たのが亡くなる直前ですから90年ぐらいですか。で、まあそのボイスの影響がどれだけ大きかったかっていうことも、まあこういうのを見たらわかるわけですね。で、なんですよ。っていう感じ。で、まあ最後はそのサッチンとジローのその恋愛の結果みたいなところに落ち着くんですね、あの内容的には。で、あのこれ本当に見事に小説だと思いますよ。だからあの三角関係あるでしょ、小早川と、あのあこれで三角関係っていうか、もうちょっとこじれてくるんだけど、もう一人まあ実は絡んでくるんだけど、あの三角関係がダブルで三角関係がまあ始めあって、でジローと付き合うんだけど、まあもう一回三角関係になる、三角なのかどうか分かんないけど、まあ、なるんですけど、それももう視聴説の典型っていうか、だと思うんですよね僕。で僕実はその本読みじゃないけど、まあ小説読むのは読むんですよ、もちろん。今でもね、今でも結構読むんですけど、僕ね、誰って言ってもいいんだけどね、夏目漱石とかね、まあ太宰治とか中学校ぐらいの時に読むわけですよね。で僕びっくりしましたね、なんだこのうじうじしてるやつらはって思ったんですよね。夏目漱石って言っても三部作とかよ、それからとかね、三四郎とかね、で太宰に関してはやっぱり一応人間失格から読んだわけですよ。でこいつ最悪なやつだなと思って、もう嫌になりましたね。でそれからだいぶ僕長いこと太宰読まなかったんじゃないかなと思うんだよな。でなんか初期の作品はすっごいいい作品あったな。でももう忘れちゃったな、俺もうだいぶ出てこないな。だから影響を受けてないのよね僕ね、だからまあ村上春樹とか好きなんだけどね、だから ベータなんだよね僕ね、だからそうなんですよ、森エイトさんとか好きですよ今、なんかそんな感じ僕最近小説の読んでる、あ最近3体読んでますけどね、最近っていうかもう昨日から読み始めて、まだ1巻の半分ぐらいまでしか、なんか電車に乗ってる時に読んでただけなんだけど、3体面白いですね。竹内隆一さん、コレクターの竹内隆一さんがくれました、ありがとうございます。隆さん聞いてる、ありがとうございます、読んでます。あともうごめんなさい、メールしてなくてごめんなさい、後からお礼メールします。でそう、まあでもこれもついでだから言うと、僕リュウさん、1と2のが 2の2冊、 2の方は2冊組なんですね、上下巻なんですね。で1が1冊なんですよ。でこれなぜか2つバラバラに送られてきて、多分別々に注文したんでしょうね。で1の方だけ来なかったんですよ。でリュウさん2の方だけ送ってきてくれたと思って、あこれ1読まなきゃいけないっていうことだと思って、俺実はそれ来たその日に1買ったんですよ。1買ったの、1買ってたの。だから俺うちには今ね1が、その後リュウさんが1も送ってくれてたんですよ実は。ちょっと遅れてきたんですよ。でその郵便がなんかバラバラに来てたんですね。でだから俺うちには今3体の1が2冊ありますね。だから誰か欲しい人いたらメールくれたらあげます。でもまあいいや、なんだっけ、あそうそうそう、私小説だから僕私小説はダメなんですよ。でもね相田さんね、これね私小説じゃなくてダメだって思ったんだと思うんだよね、これを書くには。でこれ僕ね、相田さんの判断ね、どういうふうに理解するかっていうのすごい難しい僕にとっては。だから中島春也くん、ここ
この花房 TV でも紹介したと思いますけど、あ、これちょっとそろそろ変えましょうか。中島春也くんが、彼は、法政の文学部なのかな、法政の文、麻布出てね、麻布中学を出て、まあだからすごい頭いいんだけど、彼誰の研究してたんだっけ、忘れちゃったな。で、まあ彼は文学めちゃくちゃ詳しいんですよね。で、江藤淳の夏目漱石なんかから、話したいっていうふうに言ってたんだけど、僕ね、江藤淳はやっぱり成熟と喪失が一番重要だと思ってるのね。ですよ。で、僕一応その福田和也の研究会にいたりもしたから、福田和也って江藤淳の教え子なんですよね。で、マニアックな名前だと思うかもしれませんけども、バンバン出しますけどね。で、僕はやっぱ福田先生の、福田和也のその、授業、まあゼミにもちょっと微妙に関わってたんだけどね。それはテキスト書いたりしてたのね。で、っていうのがあって、僕はまあ、成熟と喪失が一番重要だと思ってる。で、夏目漱石をどうと、から、芸才をどういうふうに読むのかっていうのは確かに面白いのかもしれないなとは思うんですよ。ただ僕ちょっとそこまで手が回らないっていうか分析できないですね、という感じです。だから今の時代にこういう形の私小説、本当に私小説これだから、僕最後のオチがあるんだけど、オチっていうか事件みたいなのプラスある、僕全然言ってないやつね。で、それが最も重要なことなんだけど、実はで、これに関しては事実の可能性もあると思うんだよね。で、わかんないけどね。でも事実と思わせるような書き方なんですよ。私小説そういうものでしょ。で、1986年なのか、ごめんなさい、の一夜の出来事って書いてあるわ。で、その私小説について、だから今美術を描く、描いて現代のね、現代のじゃないな、現代、いや、今この2020年に1986年の出来事を相田さんが50超えて残そうと思った時に、私小説という選択を取ったっていうこと、彼はいろんなタイプのテキストが書けるはずだけれども、でもやっぱり個人的に重要だったのかな、相田さんに私小説は。分からんな、ものすごく分からないだからなんでこの携帯を取ったんだろうっていうの、僕すっごい不思議で、単純に小説として面白くないと僕は思う。僕はね、でも文章すっごい重要だから、リーダビリティめちゃくちゃ高いし、単純に入り込めます。それはすごい、シンクロ率はすごく高いんですよ。なんだけど、なんていうかな、これによってこうなんか新しい、 なんていうか新しい体験をしたっていう感じはあんましないのね。だから僕はね、美術業界の人が結構褒めてる人を見たけど、それはなんかすごいマスターベーションっぽいなって思いました。これだってしょっちゅう見てる自分たちの様子で、どっちかというと見たくないことだと思いますよ。僕はあんまり見たくないっていうか、ああもう早く卒業してえなみたいな。でもほとんど僕卒業してるんだけどね。それはもう昔はね、もうずっとこんな感じでしたよ。20代の時はずっとなんかアート議論、このね、芸祭で書かれているようなアート議論、なんか本当になんか行く当てのないアート議論なんですよ。をずっとやってるみたいな感じだったから、もういいかなっていう、まあある種の懐かしさはあるけど、そういう感じなんだけど、だからもうこれを見ていいって言ってる人って、なんかちょっと もうちょっと早く卒業した方がいいんじゃないっていう感じ。それって恥ずかしいことだし、すごく良くないことですよ。のような気がするよね、僕はね。良くないこともいっぱいしたしね。で、なんだっけ。で、それは反省して
しなきゃいけないしね。で、なんだったかな。あ、そうそうそう。でも、あとね、ただね、知らない人にとってはすごい面白いかもしれない。芸祭、美術業界を。こんな感じです。こんな感じです。っていうのが、知ってもらえて面白いかもしれないですね。うん。で、芸祭ってやっぱり、ある種、そのサンクチュアリみたいなところがあって、僕は伝説で聞いただけですよ。で、僕はね、夜、真夜中までやってる芸祭っていうのね、に参加したことは僕ないんですよ。で、もしかしたら僕がその行ってた時に真夜中までやったかもしれないんだけど、僕帰ってるね。か、他のところに飲みに行ってるね。朝まで飲むみたいなのをやってましたよ、芸祭の後。それはなんか記憶にありますけど。だけど、芸祭が終わってから朝まで、まあ一応、ダメなんだけど解放されてる状態になってるっていうのはあったらしいですね。で、本当になんかほとんど無法地帯っていうかね、法的にギリギリの状況みたいな感じだったらしいですよ。別にその暴力がどうとかっていうことじゃないけどね、らしいです。でまあちょっとやりすぎだろうっていうことになって、今すごい厳しいですね。本当に7時か8時ぐらいになったら本当に芸祭委員みたいな人たちが追い出していきますね。で、それに僕の友達、僕ぐらいの世代の人たちはなんかすげえキレたりしてますね。よくないと思いますよ。よくないと思いますよね。ね、そういうルールになって、若い子がね、追い出しも大変だと思うけど頑張ってるからね、協力して違う飲み屋に行けばいいと思うんですけどね。まあ、怒ってるやつらもいますね。こんな芸祭じゃないっつって。まあそれはそれでいいのかなと思いますね。みたいな感覚、だから痛い郷愁っていうかな、郷愁なんですよ。郷愁ノスタルジーなのね。だから愛すべき思い出なんですけど、でも戻りたくはないっていう、そういうものがこの芸祭の中にもありますね。はい。その意味でもやっぱり私小説的なのかなっていう気がしました。はい。ただもう一個、もう一個ラスト。このね、この想定すっげえかっこいいですね。これ相田さんの絵なんですよね。ね。相田さんって絵うまいよね。みんな知ってます？相田さんってめちゃくちゃ絵うまいですよ。うまい人ってうまいって言わないからね、自分のこと。まあ相当うまいですよ。だからまあ比べてるところもレベルが違うからね。僕はそんなにうまくないよって、まあいやね、相田さんいつも言うけど、まあうまいね。うん。なんかピンクの脳みそみたいなやつあるじゃないですか。知ってますかね。あれ僕見た時びっくりしたね。うん。13ミキサーとかはね、結構体力で書くタイプの。まあまあ、うまくないと書けないんだけど、もちろん。あれは、でもちょっと芸大っぽいっていうか、ちゃんと練習してするっていうこと。技術を、まあ、基本的な技術を持ってるっていうことと、あと、まあ、体力があれば書けるっていうタイプの絵だけど、ピンクのね、やつね。あれ、油絵だと思うんだけどね。ピンクのうにょうにょしたやつね。脳みそみたいなやつ。あれは、俺、見たときびっくりしたね。こんなにうまいんだと思いましたね。やっぱ筆跡が残ってるやつは分かりますよね、うまさがね。うん、これもそうですだと思いますよ。これ僕本物見てみたいわ。なんか今日あれでしたね、ツイートでなんかこの絵のになる前のを載せてましたね。補色みたいなのをね、だから最初はこういう色じゃないんだよね。一番初めに補色みたいなのをして、その上にこう色をのせていくっていう、まあ基本的な方法をやってると思うんだけど、いや、やっぱいいよ。うん。だから、どうね、そうね、だからね、僕はちょっと能力ないね、すいません。ただ僕ちょっと春也くんと喋ってみたいなとは思ったりもしてます、実は。もし春也くん聞いてたら、よかったら一緒にやりましょう、春也くん、ぜひ。ね。と思いますね。はい、春也くんと話してみたい。僕がわからないっていう聞き手にはなれるかなと思うんで、はい、という感じですね。ほい。
じゃあね、いよいよね、展示について喋っていこうかと思う。やっぱりね、生きるとか死ぬっていうことについてね、考えなきゃいけないですよ、アートっていうものは。